牡蠣には生食用と加熱用の2種類あります。ではなぜ加熱用の牡蠣は生で食べてはいけないのか、今回実験します。まずは生で食べる用の牡蠣、殻を開けます。おー、綺麗な牡蠣だ。そしてこれが加熱用。この2種類を半分に切ると、こんなに違いがあるんです。詳しくは YouTube 本編にて。